はい、皆さんこんにちは。今日は、9月12日、日曜日ですね。はい、今回は、この本ですね、思考と言語の実践活動へ、日本語教育における表現活動の意義と可能性というね、この本の出版記念シンポジウムということで、皆さんご参加、多数ご参加ありがとうございます。最初に今日の2時間40分の流れを紹介し、注意事項をちょっと若干申し上げます。本日はまあ、3部に分かれる形ですね。第1部が、この本の第4章から第6章のお話と、ディスカッション、それから第2部が、この本の、第1章から第3章までのお話とディスカッション、そして、第3部は、4時10分からになると思いますけれども、総合的なディスカッションという形で、トータル2時間40分進めたいと思っています。それで、要領ですけれども、第1部第2部に関しましては、それぞれのチャプターのお話が10分ですね。ですから3チャプターで30分お話をするという形になります。でその後、引き続き30分、ディスカッションの時間を設けたいと思います。で第2部も同じく、10分、お話をいただいて、30分のディスカッション、まあ、こういう形になります。そして最後に、第3部で30分のディスカッションという形です。それから、質問等はですね、チャットに入れていただくというふうにしたいと思います。ですので、皆さん、各自、チャットを開いて、それからお話の途中で書き込んでいただいても構いませんので、どうぞ、チャットをご利用ください。はい、それから、まあ、一つ注意ですけれども、この、出版記念シンポジウムに関しましては、ここ出、ビデオ撮りをいたしまして、ここ出版のウェブサイトの方に、URL を貼り付けるという形で多くの人に見ていただく予定をしております。そういう事情ですので、発言される方はその点をご了解の上で発言等をお願いいたします。はい、進行のことはこれでよろしいでしょうか。スピーカーの皆さん、コメンテーターの皆さん、コメンテーターの皆さんのことを紹介するのを忘れました。第1部のコメンテーターとして、武蔵野大学の上吉宇一さん、それから第2部のコメンテーターとして、関西学院大学の瀬川葉月さんにお願いをしております。上吉さんと瀬川さんには、各部の発表の直後に、まあまあ目安10分か10分弱ぐらいのコメントをいただいて、その後にディスカッションに入るという形になります。はい、それではもう早速ですけれども、第1部に入りたいと思います。第1部は4章5章6章ということで、まあ、手元に本をお持ちの方はどうぞ開けてください。はい、それでは、早速第4章を執筆いたしました、三尾純平さんからお願いします。はい、第4章執筆させていただきました三尾と申します。よろしくお願いします。それではちょっと資料の方画面共有します。うまくできないなんて、ですね、あれあれ、ちょっと待ってくださいね。ちょっとリハーサルの時普通にできたんですけど、あれ誰の画面だ。あれなんでだろう。
どうしよう。ちょっと待って、なんでできないのかな。あ、できた。あ、神吉さんがしてくれたのかな。あ、ありがとうございます。じゃあ、すみませんけども、神吉さんの方で操作していただいて、私の方から話すと、していきたいと思います。ありがとうございます。いただいたあのお題が期待される教育実践者の姿ということで、まあ、端的に言うと私はつながりの中で学びの場をデザインできるっていうのが、教育実践者の一つのあり方なのかなというふうに捉えています。で、今日はその話を簡単に、まあ、10分ですのでして、まあ、そのために何が必要かっていうことも1点だけ、触れたいというふうに考えています。すみません、送っていただいてありがとうございます。第4章の初めのページに、あの表現活動指導の日本語教育、ということで、は、表現活動を通じて既存の意味を占有し、自分のあるいは自分たちの新しい意味を想像していけるのかが重要になるということを書かせていただきました。で、私は日本語教育というのは社会とのつながりの中で自分の言葉を作り、自分たちのコミュニケーション空間、すなわち社会を作る活動だというふうに、捉えています。で、その中で日本語教師というのはそのような活動を実現する環境、あるいは場をデザインするという役割を担っているというふうに捉えています。はい、お願いします。はい、社会につながる日本語教育ですけども、社会参加の経験 と、経験を学びとして捉えて、その、社会参加の場っていうのをどういうふうにデザインできるかっていうことを考えながら、取り組んでいます。で、今回、本書の第4章で紹介させていただいた、公共 CM を作るという活動もその一環というふうに捉えています。で、その社会参加のプロセスを学びとして捉えたときに、まあ、学習者がこう社会に参加していくモデルっていうものを想定するんですが、ここにもいくつか課題があるというふうに捉えていて、まあ、一番大きな課題は多文化化する社会の中で日本語学習者だけが学びの主体でいいのかということで、もう一つちょっとこれ資料、ごめんなさい、あとはその社会自体が変わらなくていいのかということも、一つ大きな課題として考えています。で、次の方に行っていただくと、で、最近他1996では、学び合う共同体ということで、教師も子どもも共に学び合うという関係で参加する文化的実践の場として、学校教育の場を、捉えていくということが提案されていますけども、日本語教育の場でも同様のことが言えるというふうに考えています。で、まあ、学生それから教員社会っていうのが共に学び合って、まあ、共に発展的に変わっていく、そういった、学びの場っていうものが日本語教育の場でも実現できればいいというふうに考えています。で、その一つの事例として今回、公共 CM 制作を提案させていただきました。で、またその発展系として今はドキュメンタリーの制作なども、取り組んでいます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、そういうふうに日本語教育を捉えたときに、どういうことが日本語教師に求められるかということで、まあ、いくつかあると思うんですけども、まあ、今日いただいた時間10分ですので一つだけ、お話ししたいと思うんですが、最近あの私が考えているのは弱さを力に変えるコミュニケーションというものを、積極的に教育の目的としても捉えていいし、教師自身もそういったコミュニケーションっていうものを積極的に考えてい、った方がより豊かな実践ができるのではないかというふうに考えています。で、これはあの中川ほか、2019でも主張されているんですが、関係性レジリエンスといって、他者と助けられる関係性に参加することによって逆行を乗り越える力というふうに定義されています。で、つまりコミュニケーション能力というのは私の能力ではなくて、私たちの物語を紡いでいくものというふうに捉えます。で、その私たちの物語を紡いでいくような、活動というものが、言語教育の場でも、実現できるのではないかというふうに考えています。で、まあ、それはどういうものかっていうのをちょっと具体的に示すのは難しいんですけども、ある弱さを安心して開示できる信頼関係のもとで助け合う、
ことで困難な課題を解決するコミュニケーション、つまり弱さを力に変えるコミュニケーションの力というふうに、言えると思います。まあ、つまりその社会とつながる実践というのは、なかなか一人で全部をやるということは多分できないと思うんですね。で、なかなかその教師が負担に感じてしまうこともあるかと思うんですけども、できる人と一緒にやればいいというふうに考えていて、で、むしろそうやってできないことっていうのを積極的に開示して、できる人と、助け合いながら、実践を作っていくことで、より実践が社会とつながることができるし、学生にとっても主体的に参加ができる実践になるんじゃないかというふうに、最近考えています。まあ、それを考えるきっかけになったのは、今回紹介させていただいた公共 CM の実践が、最初でした。で、私自身は映像の知識もないし、映像も作れなかったんですけども、その映像の専門家、CM のディレクターなどに助けていただくことで、だんだん実践が外に開けていった、まあ、これは4章の中にも書かせていただきましたけども、そういうものを感じています。で、今はドキュメンタリー制作を産学連携で取り組んでいますが、その中でもいろんな企業の人や映像の専門家と一緒にやることによって、学生たちも、多様な学びというものを経験できるようになっているので、教師はできるだけ、自分で何でも解決しようとしないで、外に、開かれたコミュニケーションを志していくっていうのが、こういう、まあ、これが日本教育のすべてだとは考えてませんけども、まあ、こういった実践に取り組むんであれば、それが一つの、ポイントになるのではないかなというふうに、感じています。はい、ありがとうございます。で、このことについては、もう少し詳しく先ほど挙げさせていただいた参考文献の方にも紹介させていただいています。また私が今取り組んでいる実践については映像の方で公開しているので、もしよかったら合わせてご参照していただければと思います。はい、以上になります。すいません、助けていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。素晴らしいコラボができたと思います。また今の三尾さんの話は、ね、第4章で紹介された、まあ、公共 CM の実践をね、さらに考察を深めたいろんな、ね、重要なポイントがね紹介されていたかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、もう引き続きまして、次の第5章の、木村さんのご発表に行きたいと思います。よろしくお願いします。映ってますか？私は私の顔が映っていまして、パワーポイントは映っていません。映ってない。これどうやったらいいのかな。あら、あら、あら。いけそうですね。いけました。これまた神吉君がやってくれた。いいですか。はい、いいです。大丈夫です。はい、それでは、第5章を執筆しました木村です。どうぞよろしくお願いします。で、私は今外国人の児童生徒に対する日本語教育の専門性が、社会的に強く求められているという視点から、バフチンの考えっていうのが極めて有効であるということをお伝えできればと思っています。で、それは同時にこれからの社会において日本語教師の、社会的地位の確立または待遇の改善にも資するものになればということを、まあ、願って、執筆させてもらいました。で、画面、を見ていただくと、まず、記しましたのは、今回の学習指導要領はアクティブラーニングというものを中心にして、すべての科目に、教育の改革、アクティブラーニングの推進を求めているということです。で、そのことによってすべての教育に言語活動の充実、さらに、まあ、それとつながるんですが、アクティブラーニングというのを浸透させていきたいという考えのもとに編成されているということを、まず最初に伝えておきたいと思います。
で、この考えの背景の一つの参考として、去年出た閣議決定の中の文書に、日本人を含むすべての児童生徒が多様な言語や文化、価値観についても理解し、お互いを尊重しながら学び合う環境づくり、これを促進することが大であるという、そういう文言が記されています。まあ、簡単に言うと、私たち自身も外国人の方々、外国人の児童生徒と接するにあたって、私たち自身も変容していくという前提を頭に描くことが必要ではないかなということを、ここで確認しておきたいと思います。で、次に、文科省は、教師を含めです。教師を含め、子ども同士の多様な表現、多様な表現を通じての対話によって、思考を広げ、深めることを求めています。で、主体的、対話的で深い学びは、子どもの学びの過程としては一体となって実現すると文科省は記しています。で、バクチンはこの点についてどんな考え、関連した考えを記しているかというと、文化はもう一つの文化の眼差しに照らされて初めてより完全に、かつより深く自らを明らかにする。一つの意味は別の他者の意味と出会い、深みを。つまり、均質で同質な者同士の会話の展開であるよりも、異質な者との会話、異質な者との対話そのものが、自分自身を新たに確認する有効な手立てになるという認識を示してくれています。で、さらに理解にとっては、理解にとって重要なのは、理解者が時間、空間、文化において外在的であること。対話は意味や文化の閉鎖性と一面性を克服する。まあ、この点について、フィンランドの教育学者エンゲストロームは、学びというのが同化とか内化ではなく、その創造に目を向ける教育である必要があるというふうに説いています。で、この点についても、去年出された外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議がまとめた報告ですと、見ますと、これまで以上に、外国人児童生徒の母語だとか母文化の学びに対する支援に取り組むことが必要である。学校での母語、母文化に焦点を当てた学習活動を行うことに加えて、地域の関係機関と連携した学校外の取り組みを進めていくことが特に重要というふうに、記しています。この地域との連携というのは、今の学校教育すべてそうなんですが、家庭、学校、地域をつないで子どもたちの学びを支えていこうと、そういう視点を日本語教育もさらに、持っていく上では、今までの日本語教育の知見というのは、大いに役立てられるはずだというふうに認識しています。次に、ここも結構大事な点だと思っています。この今いる予測困難な時代に、一人一人が未来の作り手となるということを、次期学習指導要領は求めています。で、今までの、例えばビゴツキーの、ZPD ですね、門前の小僧、習わぬ経を読む的な学びではなくてですね、さらにその、お経を読んでる人の言葉そのものを自分に内在化していく中で葛藤したり批判したりという、過程を経てですね、自分のものとしていく。で、さらにそれを学校の知識にとどめないで、お寺の作業のみにとどめないで、社会にどうやってつながるかということを考えていく、そういう学びが必要だということをエンゲストロームは説いていますが、この点についても、まあ、例えば私たちの日本語教育というジャンル、それが、社会とどのようにつながりを持って、展開できるかというようなことに対しても、さまざまな葛藤を、取り入れながら、そのぶつかり合いを認識しながら、社会とつながった、学びというのができることを、エンゲストロームは必要だという形で考えています。まあ、そういった意味で私は、多性的形成体、
いろいろな考え、いろいろな言語、いろいろな文化を持った人たちを支える公文母としての日本語教育というのが、これからの時代に極めて重要であるというふうに、まあ、考えています。で、バクチンは言語、言葉の現実、私たちが日々、まあ、今もそうですけども、聞いてくださってる皆さん、それと今私が話者として話させてもらってますが、その発話によって実現される言語的相互作用という社会的出来事、これが言語活動の現実だというふうにバクチンは捉えています。固定的で生態的な言語のありようというのは現実のものではないということですね。で、そういった意味では教育学、学習指導要領は協調学習だとか、さらに加えて三宅直美という方が亡くなられましたが提唱されてますけども、これは文科省の教育課程部会の中枢的な考えとして今も引き継がれています。建設的相互作用、異なるものからの学びというものをより良い形でさらに豊かなものに作り変えていく、その連続ですね、終わりのない家庭生成的な学びというのを大事だというふうに三宅さんは言っているわけですが、そういったものを社会の中にどうやって還元していくか、社会とつなげていくかということ、それが、まあ、これからの日本教育とても大ではないかなというふうに、考えています。で、これは、最後のページになるかと思いますが、深い学びには対話がいかに主体的に交わされているかということの意味が問われます。で、今までの日本語教育は全てがそうだというふうには考えませんが、ためにする対話、またはそういったものであったり、内省、これはバクチンの言う内的記号、このようなことは内的記号は生まれない、つまり自分のものとしての言葉になり得ないということをバクチンは言っています。で、課題の理解とその解決に向けての対話には常にその課題に対する自分、僕、私としての能動的に理解された新たな意味の世界が開かれる必要がある。これはとても重要な視点だと思います。で、そのことによって自らの性の意味とつながり、多様な他者への通路を開く言葉の教育が日本語教育を中心に展開していくならば素晴らしいことだなというふうに考えています。まあ、このように考えていったときに、まあ、この本書の中でバクチンの考えからこれからの教育を考えたときに、特に外国人児童生徒さんへの教育の充実ということを重ね合わせて考えたときに、非常に私たちが学べる点が多いというのが私の皆さんにお伝えしたい点です。で、さらに最後に、外国人児童生徒の充実というのは、実はこれからの時代の教育の4本の柱、いじめ、不登校をどうにか改善したい、それから貧困と学力格差を、どうにかしたい、それから障害を持ったお子さんたちへの教育をもっともっと充実させたい、で、その4本柱の、2つ目に、文部科学省は外国人児童生徒教育の充実ということで、人材の育成とそういった専門性を持った先生を基礎定数化というのは正規の先生として、今までは愛というのが非常に多かったんですが、正規の先生としてもう2018年からスタートしていますが、毎年190人、10年間で1900人はちゃんと確保するようにという予算措置も講じているという情報も皆さんにお伝えして、私の話を終えたいと思います。どうも皆さん聞いてくださってありがとうございます。これで終わります。はい、はい、木村さんありがとうございました。それで、チャットの方に書きましたけれども、私の不手際で、この第1部 の、 全体テーマはですね、期待される教育実践者の姿はというね、こういうことになっていますので、その点を、まあ、念頭に置きながら、さらに話を聞いていただきたいと思います。はい、ではもうすかさずということで、森さんのお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。聞こえてらっしゃいますでしょうか。はい、
はい、期待される教育実践者の姿ということで、テーマにまず端的に答えると、教師は学びのデザイナーとして、これは三代さんの発表の中でも、ね、教師は学びのデザイナーであるという話があったと思うんですけども、アクティブラーニングもしくは問題解決学習的なものっていうものをですね、どんどんいろんな教師と共有公開をしてですね、自分たち の授業を高めていこうということが、より今でもされている先生方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、それをより推し進めていくことで教育が良くなるだろうと、そういうお話だと思っていただければいいです。まず学校教育との関係なんですけども、学校教育は寺子屋の時代からですね、近代教育長い歴史がございます。でこの歴史や経験というものは当然日本語教育の参考になる部分というのもあるんですが、もちろん学校教育が全て素晴らしいというようなことを言うつもりは全くございません。ただその上でですね、その長い歴史 の中からですね、学べる部分があるのであればですね、何か参考にしてはどうかと。でその中でですね、先ほど木村先生 もおっしゃっていたアクティブラーニングですねの導入が叫ばれてますけれども、実は日本の算数数学科においては問題解決学習という名前で、かなりこのことに長く日本の算数教育というのは取り組んできています。でまたこれは算数だけではなくって、日本の学校教育分配下における授業研究と呼ばれる教師たちの営みというものがですね、海外の研究者からも、期待されている、注目されているというようなことをですねご紹介して、これで日本語教育の教育実践のあり方ということの何かの参考になればというふうに考えております。もちろん逆のパターンでですね、日本語教育の取り組みというものを学校教育にどんどん公開共有していくべきだっていう、この逆の方向性も考えるべきだと思います。そのためには日本語教育研究もしくは日本語教育関係の実践というものを日本語教育の中だけで閉じ込めてしまうのではなくって、一般的な教育、学校教育も含めた一般的な教育の中でですね、知られるようにどんどん発信をしていかないといけない。日本語教育の世界の中だけでとどまっているとですね、なかなか日本語教育でせっかく努力してやってらっしゃることというのが多くの教育関係者に届かないというところが私が懸念しているところでもございます。というわけで、年少者日本語教育、そしてこのことは母語話者への授業改善ということにつながるというような声が最近聞かれていますので、この方向性はもっとどんどん推し進めていけばいいと思います。でまず第6章で書かせていただいた一つがピサショックの話です。これはご存知の方も多いと思うんですけども、OECD という機関がやった全世界の15歳の人たちに対するですね、テストなんですけども、特に読解力のテストというのがですね、いわゆる我々が想像するセンター試験の国語のようなものではなくって、あなたはどう考えますか、どういう意見を持ちますか、どう表現しますかっていう表現力にものすごく重視したテストだったんですね。それがいわゆる日本の国語教育のいわゆる正解を選択肢を一つ、正解の選択肢を一つ選ぶということに慣れた子どもたちにとってはやや難しかったと、世界とのズレがあったということで、今回の新しい学習指導要領、もう中学校小中と始まっておりまして、来年の春から高校でも実施になりますけれども、ここのところの新学習指導要領で推し進めているのが、いわゆる資質能力の3つの柱、主体的対話的で深い学び、そしてカリキュラムマネジメントですね、右上下のところにポスターも出してますけれども、こういったことを推し進めているんですが、この中でも特にこのピザショックのですね、影響を受けているのが主体的対話的で深い学び、もともとアクティブラーニングという用語にしようとしたんですけども、日本語にしましょうということで、主体的対話的で深い学びというものを全教科において、国語だけではなく全教科において一生懸命やっていきましょうと、今学校教育ではこの方向で進んでます。でこれは21世紀型スキルって呼ばれるもの、課題発見、解決能力、論理的思考能力、批判的思考、こういった日本語教育でも重視されているようなことっていうのがですね、学校教育の中で改めてカリキュラムマネジメントの中に取り込んでいこうというのが今の方向です。で過去を振り返りますと、ちょっと昔になるんですけれども、例えばこれスティーグラ・ヒーバートという人がですね、こういう本、これは湊三郎先生の翻訳本ですけれども、日本の算数数学教育に学べという本を出されています。で副題が米国が注目する授業研究ということで、この授業研究のところはですね、ローマ字になってますけれども、これがもう言った英単語として算数数学教育の中で取り上げられています。で他にも練り上げという単語もありましてですね、
これも授業デザインの中でこの練り上げ、これはもちろん問題を練って解決していくという日本語の練り上げですけれども、この練り上げという単語がですね、英語の単語としてですね、練り上げディスカッションみたいな形でですね、使われているというようなことがあります。で、この本の中で言われていることは何かというと、この学習指導というのは文化的営みであるということです。例えば、私自身も今ずっと教員養成に関わっておりますが、教員養成の授業だけでですね、学校教員を育成するというのは、土台難しいというか、かなり厳しいものがありまして、日本に限らないと思うんですけれども、特に学校教育の場合は全国民がほとんどの場合学校教育を受けた経験がありますので、自分が受けた経験に基づいて教育観を作り、そして授業をしていくというふうになりがちです。これはいい面も悪い面もあります。結局自分がやった授業の再生産になってしまうというのは、例えば英語教育でいうと、いわゆる文法訳読法というのが素晴らしいという人たちを再生産しちゃうことになりますので、これは良くないんですけれども、一方でその文化的営みがちゃんと継承されていけばですね、より良い教育というものがですね、継承されていくという側面でもあると思いますので、日本語教育がこれからですね、連綿と、例えば非日本語母語話者の教師が増えていくということになったときには、その人たちの学習指導を受けた経験が文化的営みとして日本語教育の次の血脈を作っていくわけですので、このこと自体は歴史として学ぶ必要があるだろうと思っています。そして誰かに教えてもらって改善モデルを作るというんではなくって、自分たちの経験として持続的改善モデルとして授業研究を進めていく、自分たちで授業を公開し、お互いに批判批評し合い、こういう点は良かったね、こういう点は改善した方がいいねというふうなことを言うことによって、一発でこうバンと直す、いきなりいい授業にするというのではなくって、持続的な改善モデルとしてこの授業研究というのは、とても日本の授業研究というのはとても優れているんだと。例えばアメリカなんかですと州の力が強いので、今度教育改革します、こういうふうに君たちはしなさいとバンと州からトップダウンで降りてくるんですけれども、そうではなくて日本の授業研究は各教員が自分たちが自分の授業デザイン、学びのデザインを公開し、お互いに批評し合うことによって緩やかな持続的改善モデルとして教育を改善しようとしていると。この日本の教育システムというのは学ぶべきだみたいなことをスティーグラーは言っています。つまり授業研究は今日のこの本のテーマに合わせれば、いわば教師自身による表現活動というふうにも言えます。これは別に学校教育だから特別だということではなくって、日本語教師の皆さんがやってらっしゃる授業、もしくは授業デザインというものは学びのデザインという表現活動なわけですので、それを学生たちに公開するだけではなくって、他の教師に公開し、私の学びのデザインはこういうものだというふうに表現し、それを批評し合うことによって、授業緩やかな持続的改善モデルとしての授業研究というものが成立していくんじゃないかというようなイメージです。そうなると、言語を教育するのか、言語で教育するのかっていうのは、昔からよく言われる問題なんですけれども、いわゆるですね、言語教育者はコンテンツについてはあんまりですね、深く立ち入る必要はないと。ね、とにかく言語だけ教えてればいいんだというようなことを言われることもあったんですけれども、そうではなくて言語で教育するんだというふうに考えますと、それはツールであってですね、例えば算数数学科っていうのを取り上げてますけれども、今回算数の授業というのもコンテンツは算数ですけれども、言語で教育しているわけですので、ある意味母語話者に対する言語教育の一環だというふうにも考えられるわけです。学習者が思考を表現したことをですね、どのように気づきにつなげていくのか、これがいわゆる算数科における問題解決学習。今日はちょっと時間がないので詳しく紹介できていませんけれども、例えば円周率が3ではダメで、なぜ 3.14 でないとダメなのかというのはですね、実際に例えば円形のものタイヤとかのですね、周りの長さを測って、そのテープの長さが実際に直径の 3.14 に近くなっている、近似値になっている、必ず3にはならずに3を超える数字になるんだっていうことを自ら実感して学んでいくことで、ああなるほど、やっぱ 3.14 じゃないとダメなんだよねと、少なくとも3では全然ないよねっていうようなことが理屈ではなくて問題解決としてちゃんと彼らの身についていくっていうことがすごく重要なんだと。で、そういう問題解決学習をデザインするのが教師の表現活動であり、
それで表現活動である以上は必ずそれを共有公開してですね、お互いにですね、批評し合う授業研究という場を持つ。これによって持続的な授業の改善モデルというものができていくと。日本語教育、歴史、大体現在的日本語教育も50年、60年に差し掛かろうとしていますけれども、そろそろですね、この分解的営みの継承が行われてくる時期じゃないかなと。実は私自身ですね、現在今46歳でございますけれども、いわゆる全国に日本語教育専攻というのが、主専攻というのは初めてできた頃に大学生だったのが私です。逆に言うと、私より上の世代の方はまだ日本語教育主専攻、副専攻がなかった時代ということになりますし、主専攻の時に育った学生である私が教師になって主専攻を教えている学生ということで、まさに文化的営みが継承される時期に来ています。この時に我々はきちんとそのバトンをつなぐですね、授業研究というような形で、例えばですけど授業研究という形で文化的営みを継承していくというようなことをより強く意識していくこと、我々は学びのデザインの表現者であるんだというようなことをですね、きちんと意識してですね、授業公開、授業の共有ということをやっていく必要があるんではないかと考えています。ただなかなか授業の公開っていうのは難しいところがあるんですけども、最近はこのオンラインということもうまく使っていけばいいと思いますし、私が教えた大学院生で今ウズベキスタンに行っている青木さんという人がいるんですけど、彼女がやった研究っていうのは授業のビデオをですね共有して、でそれに対して授業の動画にですねアノテーションをしていく、文字で打ち込んでいくことによって、後日あなたの授業に対してこういうふうなコメントをしてましたよという知見を共有してですね、話し合いの場を持つという、そういうビデオアノテーション、動画アノテーションというのを使って授業研修っていうものを進めていこうというようなことをやってます。これも学校教育ではまだここまで進んでない方向ですけれども、もしかしたら日本語教育からですね、リアルタイムの授業研究ではなくって、動画、オンラインを活用した総合授業研修というものを日本語教育から提案できるのであれば、これは学校教育に対しても非常に強いインパクトを与えるのではないかということで、私自身は、自分の教え子ではありますけれども、非常に期待している研究の一つです。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんか僕自身も、めっちゃ喋りたくなってるところなんですが、それは抑えてですね、これから、ご参加の皆さん、チャットの方に割と質問とかが入ってない感じなんですけれども、じゃんじゃん入れ始めた方が良いかなと思います。で今からディスカッションのセッションに、時間に入りますけれども、まずコメンテーターということで、上吉さんの方から、3人のお話を踏まえての、期待される教育実践者の姿はというようなことで、はい、おじさん的実践者から、はい、よろしくお願いします。はい、上吉です。よろしくお願いします。皆さんの、非常にですね多岐にわたる議論をどうまとめてコメントしようかなというので結構苦労したんですけれども、もうおじさん的実践者から対話的実践者ということ でなんでこれをタイトルにしたかというと、今回これを依頼された時にパネリストおじさんばっかりやんって思ったんですね。それでもうちょっとなんかジェンダーバランスなんとかならないのって言ってここ出版に言ったら、いや著者が男性人なんでちょっとっていうことでそうかと思ったんですけど、その時にでもおじさんって言っても別にその性別としてのおじさんっていうことだけじゃないよなって思って、じゃあそのこうおじさんってなんだろうと思いながらちょっといろいろ考えてる時に、ちょっとこうひらめいたあれですね。で、おじさんっていうのは何かというと、僕自身今日これをどういうふうに使ってるかというと、パターナリズムの象徴としてのおじさんメタファーですね。で、ですから性別としてのおじさんっていうわけではなくて、こんな人とかこんな人とか、これ別に特定の個人を指してるわけじゃなくて、あくまでイメージなんですけども、こういうことをですね、世の中には分かってない人が多いよねとか、私の言う通りすれば大丈夫だよとか、皆さんには分からないだろうから私が決めてあげるとか、あなたのためにはこれが大事ですよとかね、教えてあげないと分からないでしょうみたいな、こういった
まあ、パターナリスティックな振る舞い、姿勢っていうものを持つ、実践者というのが、まあ、おじさん的実践者なのかなというふうに僕自身は、鍵括弧でおじさんを使いました。で、まあ、所要のものとか正解正しさみたいなものがあって、対話的ではないっていうところですね。で、3人の方の、資料を今朝いただいて、ちょっとバーッと見ながら今もお話を聞いてたんですけど、まあ、ざっくりと考えたときに、こういう3つの教育制度、日本語教育制度とか日本語教育システムっていうのを考えたときに、まあ、マクロ、これは政策ですね、教育政策的、公共政策とかを考える時の、まあ、観点なんですけど、マクロの部分、それからメゾの部分、ミクロの部分って、まあ、階層がそれぞれあると思うんですけど、木村さんのお話はマクロの公教育全体の変革に関わる部分なんだろうなと思って、で逆に三尾さんの話は、実践に根ざした部分で、ミクロのところのお話なんだろうなと。で森さんのは、まあ、メゾって言い切っていいかどうか分かんないですけど、まあ、ミクロの実践っていうところから、こう期間内での学びみたいなものとか、もうちょっとそれを横展開しようみたいな、ある意味のメゾ的な階層でのお話なのかなと思いました。でこんなふうに、まあ、制度的にこう考えてみたときに、じゃあ我々はその教育実践者としてどういった方向で何を考えればいいのかというのを、ちょっとこの制度っていうところから、少しコメントをしてみたいなと思います。まあ、日本教育の制度の議論に、ね、つながるだろうなと思います。で、日本語教育の制度化っていうのが、まあ、今いろんなところで進んできていると思います。けれども、まあ、これはまあまあ悪くない方向として、僕が見ているところとしては、まあ、ある意味教育の成果主義とか数値化っていうのがあって、で国内の体制整備を中心とした視覚化っていうのがあって、で、まあ、CFR の影響によるキャンドゥ化できる化みたいなのがあるんですね。でこれは事実として進んでるんですけど、まあ成果を上げることによって実践として認められるというような、まあある意味のプラスの部分はあるのかなと思います。それから視覚化については誰でもできるわけではないということの支えになるのかなと、まあ、木村さんの話でも専門性の話が出ましたけれども、このあたり、それからまあそれが社会的認知の向上にもつながっていくということ、そしてCan Do ですね、できるかですけれども、まあ、これはいわゆる言語事項を習得するっていうような、まあ、本書の中でも、本日の言語事項でしたっけっていう言葉が、西口さんも岡崎さんも使ってらっしゃいましたけども、そういったものがあるんだけど、そういうところから脱却するきっかけにはなるんだろうなというふうに思ってます。で一方で、まあ、裏表であるんで、課題もあるんですけれども、まあ、成果主義とか数値化っていうのは、結果として学習内容の単純化とか、確率化とか固定化みたいなことにどうしてもつながってしまうと。まず、その数値化しやすいものに単純化して、でみんな同時に測れるようにして、でしかも、経年で、なんだ成果を見ていくから、毎回同じものでした方がいいよねみたいな発想になっていくわけですね。でそれから視覚化に関しては、どうしてもこういうのが制度になると、性的な専門性っていうものに過度な注目が集まる。立岡さんたちが最近出した日本語教師の専門性に関するグレーのシルバーっていうのかな、グレーの本もありますけど、まあ、動的な専門性っていうのが基本的な、中心の軸になって語られてますけど、まあ、それがどうしてもこう視覚化とか制度化されると性的な部分に注目される。それから視覚持ってる人持ってない人っていう分断が起きたり、また商業化にもつながっていくっていうことですね。で、まあ、商業化は数値化にもまた親和性があると。で、この CAN DO ですね、CAN DO についてはね、結構なんか無批判にどんどん受け入れられてる気がするんですけど、これ、ね、できるかって結構危ないなと思ってて、できないこととか条件付きでできるみたいな価値が低下していくんじゃないかなっていう気がしていて、
これは三代さんのおっしゃってたあの弱さみたいなところにもちょっとつながっていくのかなと思っています。でちょっとこれねあのできるかの話の補足なんですけど、これはですねあの岡田さんっていう、ご存知の方いらっしゃると思いますけどロボット研究者がいるんですね。で岡田さんはね弱いロボットっていうのを作るんですけどこの、画像はですねゴミ箱ロボットなんですよこれで、センサーがついててゴミを見つけて、そこに行くんですね。ビューンってタイヤもついててだけど手がないから拾えないんですよ。であのゴミの近くでねこうなんかもぞもぞしてる。そうすると子どもたちがそれを見てゴミを拾ってやるっていうね。でコミュニケーションってこういうことなんじゃないかっていうのが、まあ、岡田さん の、 あの発想なんですけど、つまりなんか全てのものが完全にこうできるようなロボット機械っていうのが本当にこう人々のを幸せにするのかとかこうコミュニケーションを生み出すのかみたいな、まあ、あの疑問から出てきてるわけですね。まあ、そういう意味でできるかっていうことにあのを突き進めていくとなんかちょっと違うことになるんじゃないかなって気がしています。で政策とか制度と対話性っていうのを考えたときに、制度設計を通したやっぱ人々の意識の変容っていうのに働きかけなきゃいけないんだろうなというふうに思っています。で、まず政策立案とか制度設計が意識変容につながるっていうのは事実としてあると思います。例えば同性婚の、なんだろう同性婚を認める自治体が出てくることでそれに対する寛容性が広がっていくみたいなところが、まあ、典型かなと思いますね。でその人々の意識が変わることでさらに制度が変わっていくみたいなところがあるのかなと。だからまあ日本語教育に関しても、こう人々の意識が変わってそれによってまた制度が変わっていくみたいなこう循環対話的な制度設計というのが必要なんだろうなと思います。でそこにどう働きかけるのかっていうのが、まあ、一つの課題なんだろうなというふうに思っています。それからもう一つは政策とか制度の動態性っていうのがあってそもそも政策とか制度っていうのを変えなくても実質的にすごい動的性質があるよねってやつですね。例えばストリートレベルビュロクラシーって言われてるもので、なんだろうあの、まあ、スピード違反をしても、おまけしてくれる警察がいるみたいなね。法律違反はしてるんだけど、まあ、その場でまあしょうがないちょっと免除してやろうみたいなこととかあの学校教育でもなんか楽器の最後になったら例えば体育と音楽の授業が国語と算数に変わるみたいなね。厳密に言うと授業時間数は決まってるわけで、それは守られてないわけですよね。でもまあそれは現場によって状況によって変わっていくんだというね、まあ、そういったものが普通に起きるんだということね、まあ、政策は常に変化させられるということも言われてるし、あとその言語教育政策、言語政策について言うとエスノグラフィーっていうことを通してその現場で起きていることをボトムで上げていくことでその政策とか支配的なパラダイムに対抗していくっていうことが重要だっていうことが、まあ、いろんなところで言われているっていうことですね。だからこのあたりにこう実践それからその実践を通した研究みたいなことを踏まえて、何らか発信して働きかけていくみたいなのがやっぱ求められていくんだろうなと思っています。で教育実践者像としてとりあえず求められるものとして、まあ、今回私が挙げたいのはこういうところですね。あの真面目に不真面目にやるってことですね。あの言われた上から言われたことをそのままにやるんじゃなくてっていうことですね、まあ、骨抜きにするって言ってもいいと思うし、でこれで本当にいいのかなと考えるっていうところ、まあ、こういうことをやっていくのが非常に重要なんだろうなと思っています。まあ、ある種の批判性でありある種の、まあ、アンラーンというものが求められるんだろうなと。で僕自身は、まあ、そんなに真面目な人間と思ってなかったんですけど、まあ、こ うちの親分なんかがいてですね、あのお前は意外と真面目だなって言われたのが結構僕 の、 あの中に残っていて、それは、まあ、前の仕事で役所から言われたことをそのままやってちゃダメだろうっていうことなんですよね。うん、で、最後に、まあ、パターナリズムっていうことを批判して、じゃあその脱パターナリズムに行った時に一つ課題があって、脱パターナリズムつまり自分たちで選び取っていこうよ自分たちで決めていこうよっていうことは自己責任論とか、まあ、リバタニアリズムですね、
そのあたりに非常につながりやすいし馴染みやすいので、自由にやっていくっていうことのこう危うさみたいなことを同時に考えながら、教育実践者としてのこう現場から何か上げていくようなもの、そこでの自由さみたいなことを考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思いました。以上です。はい、ありがとうございました。はい、ではですね、今50分なので、3時5分までということで、この第一部のディスカッションをオープンにしたいと思います。で、僕も喋りたいんですけれども、とりあえずチャットのところで、佐藤さんから、ご質問というかメッセージが出てますので、佐藤さんどうぞ発言してください。できますか、佐藤さん。ウェビナーだからできないです。あ、できないの。あ、ごめん。あ、すいません。じゃあ、弱さというのは、あ、これ読まなくていいですね。はい、弱さのことは、あれですね、みおさんのところで、ね、ご指摘のあったところですね。はい、みおさんの方から何か、さらに、はい、弱さという部分ですね。はい、あれ、神吉さんじゃないや、のところでも、弱いロボットも出てましたね。はい、じゃあ、お二人コメントお願いします。はい、ありがとうございます。質問ということではないと思うので、もう少しお話しするとしたら、なんか、いろんな観点から言えるんですけども、僕がずっと感じていたのは、なんかこう、さっきの神吉さんのそのキャンドゥの話じゃないですけども、教師にもなんかすごく教師の資質とか専門性の議論もそうですけども、なんかいろんなことが求められすぎてるなという気がしていて、あとその教師が完璧であろうとすればするほど、なんか学習者の主体性がなくなっていくし、教室と現実との乖離が進んでいくっていうのは、私のあくまで経験的な感覚かもしれませんけども感じていて、なんかこれできないから一緒にやってくれませんかっていうコミュニケーションが大学の中で取れるっていうのはすごく、私は大学が現場なので、大学の中で、そういうコミュニケーションを取ることで新しい実践ってどんどん生まれてくるっていうのをずっと経験しているので、なんかそういったことをもう少し、日本語教育のデザインの中に取り込んでいけるといいなっていうのと、あと同じことが学生にも言えると思っていて、就職支援の授業もずっと持ってるんだけども、自分で何とかしようとする人ってとても弱いんですね。でやっぱ頼れる、誰かに頼れるっていう人の方が、就職も決まっていくし、精神的にも安定しているっていう感じがするので、そういったものをもっと積極的に教育の中に取り組んでいけたらいいなというふうに、考えています。はい、という感じです。ありがとうございます。じゃあ神吉さんの方、弱いロボットあたりからですかね。はい、今三尾さんもおっしゃったところと重なるんですけど、やっぱりその一人で何かができるようになるっていうことが、そんなにめでたいことなのかっていうのは考えていった方がよくて、で弱いロボットはあえてそこを弱さを作ることで、コミュニケーションを生み出すわけですよね。でコミュニケーションができるようになって自動化されていくと、コンビニとか、どっかの、ね、いらっしゃいませっていう自動応答の仕組みになるわけですよね。でそれは、いいのか、またマニュアル化になっていくわけですよね。でそういうことを我々は社会に求めていくのかっていうと、おそらくそうじゃない。だからこうコミュニケーションが、見かけ上こうスムーズになっていくっていうことが、本当に私たちの生活にとってめでたいのかどうかみたいなことは考える必要があるし、そもそもそういったことを想定する必要があるのかどうかですね、スムーズにいくことを前提にする必要があるのかどうか、そのことを考える必要があるんだろうなというふうに思います。はい、司会者の方ではチャットの収集がつかなくなっていますので、多分森さんの方からこのどこやったっけな、このあれなんか出てましたね。あ、森さんじゃないか。あ、どっかなんか面白い質問があったんですけど、あ、すみません、
ゲットロストですね。ちょっとあの、時間稼ぎに神吉さんに伺いますが、はいはい、何やっけ、とりあえず、あ、なんか、何やっけ、真面目に不真面目をするっていうね、あのそういうあのご提案がありました、教育実践者ですね。これはとりあえず日本語の先生たち真面目を不真面目にやったらということですかね、とりあえず。そうですね、とりあえずですね。とりあえずね、はい、はい、はい、わかりました。あの、まあ、ここに石野さんのご質問もありますけど、はい、それが行き過ぎると、すべて自己決定で進めていけっていうことになっていって、こう、なんていうのかな。で、制度に縛られるのは僕も嫌なんだけど、制度に守られないっていうのは結構怖いなって思っていて、でこれは壁の、あの多文化共生とか人権とかの壁の問題にも関わるんですけど、壁がをなくしていこうってみんな言うんですけど、壁を全部なくすと弱い人はむき出しになっちゃってきついみたいなのがあって、その辺をこううまくバランスを取りながら、必要なバリアと不要なバリアみたいなこととか、必要な弱さと、そこはもう少し頑張ればいいところみたいなことを、なんかもうちょっと整理していく必要があるんだろうなと思います。はい、あとはどんな感じでしょうか。やっぱりあの弱さの力がなかなか反響を呼んでいる感じですね。はい、どないしましょう。あの他のパネリストの方でもあの自由に発言していただいて大丈夫ですので、どうぞあの殴り込んできてください。そうですね。あのまあ、僕もね、あの、みおさんのところの、このね、あの、弱さを力にするとかですね、こういう話ですね。なんだっけ。それから、なんていうかな。弱さを一つの要因にしながら、あの全体のね、関係のデザインをしていくっていうのは、あの多分あのね、みおさんの第4章の中では書いてらっしゃらなかったんじゃないかなと思うんですね。あので今回それを聞いて、あそこのところにあのね、なんか問題意識っていうのかな、問題意識もそういうふうに書いてありました。問題意識、課題、多文化化する社会の中で日本語学習者だけが学びの主体でいいのかっていうね、これをあの冒頭にね、やっぱり書いてらして、なんかあのこういうあの、ね、あのポイントをあの伺うと、あの三代さんの実践が、そういうつもりでやってたのかというね、まあ、そんな感じがね、あの大いにしました。はい、他はどうですか。ありがとう。あ、ごめんなさい。弱さについて、あの岡本先生から。そうですね。はい、ここに書いた、あの確かに書いてないかもしれないです。あのただやりながら少し感じてきて、ここ最近とてもすごく意識するようになっています。ちょっと参考文献にも挙げさせてもらったんですけども、ちょっと新しいドキュメンタリーの実践の方ではちょっと触れて、あの意識的に書いているので、もしよろしければ合わせてそちらもということです。でその今ね、弱さの力うんぬんとかね、あのそれこそ、なんだっけ、学習者をエンパワーするだけが、教育の目的かみたいなね、そんなことも考えつつ、まあ、僕自身は、まあ、あのいつも細川さんに、叱られながらも、学習者に力をつけさせようというねところに割と、僕自身のねあの力を傾聴していたので、傾聴していたので、あのまあでもあの学習者同士はね、あの協力し合って支え合ってやっているという部分はありながらも、でも僕が教えてる例えば10人の学生たちはお互いに支え合いながら、やっぱりあのしっかり日本語を身につけようという部分でね、あの、まあ、力をつけるっていう方に、まあ、傾いているかな、まあ、その一方で
彼らは、まあ、僕が今集中的あの担当しているのはあの大学院進学のねあの学生たちで大人なので、あのやっぱりこう基本的になんかプロジェクトをする場合でも仕事をする場合でもあのチームでそれぞれの、ね、持ち味とか力を生かしながらあの やるのがいいよねっていう部分はね分かっている集団なので、まあ、とりあえずまあまあそれでいいのかなという感じはしていますけれども、まあ、ちょっとつなぎで喋りました。他はどうでしょうか、チャットの質問から、うん、木村さんの発表のところで僕はちょっとあのメッセージを入れましたけれども、あの木村さんがそのね公教育に対してかな、公教育に関わって日本語教育者がもっと貢献できるのではないかというふうにおっしゃったのは、僕チャット入れましたけれども、日本語教育者っていうのは思考と言語と対話的実践の企画と具体的な、支援の専門家であるから、そういう部分で貢献できるのではないかと、そういうことでしょうかね。あの今までの日本語教育が全てそういう思考性を持っていたかどうかということについては断言できません。ただ、まあ、今のあの他の方の議論を聞いた限り、またはそういった実践っていうのはここそこで、まあ、特にこの過去10年ぐらいでしょうか、私がこう見る中では広がりを持ってるんだと思うんですね。で特に強調したいのは、学校の中のそういう言語活動とかっていうのを超えて、学校とか家庭とか地域、そういうつながりの中で学びを、もっと汎用性がある転移とかって言ってますが、実際の生活の中でまたは社会に出てからつながるようにしていこうっていう方向性を強く持っている。そうすると日本語教育の強さっていうのはこう改めて、どこからかどこかの角度をこう照らせばですね、相当いい実践が全国に広がってるんじゃないかなっていう期待は、でそれは今までの、閉じた学校教育制度の中で、もちろんそうだとは全然思いませんが、学習指導要領という、その中で歯科というかそういう中で縛られていた先生が、なかなか気づけなかった。だから今新たな、学校に求められているのがキャリアデザインだったり、そうですね、あの、クラスメートのそのマネージメントの展開をもっと、実生活とつながるようにしようとか、キャリアですね、学生の将来というのにつながるようなとか、つまり教科の内容を超えて、それぞれが意味を持てるってどういうことかっていうのを考え直そうとしてるわけですが、日本の教育ってそういう学生の将来と今の教育がどうやってつながるかっていうのをかなり熱心にやってきた先生が多いと思いますし、でおそらく言葉の教育に焦点を当てた実践そのものも豊かにできた上で、そういったことをそれこそ生徒が起こすさまざまな問題に、警官に呼び出されたり入管に呼び出されたりということでご苦労された先生もいらっしゃる、そういった中で社会とのつながりのいい面も悪い面もこうたくさん感じながら言葉の教育の難しさを実感してきているのが日本教育かなと考えたときに、非常に活躍の場はこれから広がりを持つはずだという、ね、はい、ありがとうございました。じゃああと1分ちょっとですけど、森さん、今まで あの、ね、議論も含めて何か一言お願いします。はい、西藤先生がちらっとあの立岡先生 あの 動体的専門性というのと、ね、バーサスだって書かれてる、全然バーサスのつもりはないんですけども、やはりあの教師ってあの自分が教えている環境とか、まあ、学習者に合わせてあの変容していかないといけないという意味で、私は立岡先生がおっしゃっていることも非常によくわかります。実際あの学校教育で一つ今問題になっているのに、学級崩壊問題っていうのは未熟な若い教師が起こすものだっていう風な先入観があったんですけども、いわゆる
50代後半の定年間際の先生のところで学級崩壊が非常に頻繁に起こるっていう事象が教育社会学で報告されて、でそれはどうしてかっていうことをいろいろフィールドワークとかで調べてみると、結局若い頃に成功していた価値観を現代の子どもに押し付けることによって反発を招くみたいな要因がいったみたいなことがあるんですね。こういうのはまさに立岡先生がおっしゃるようなフィールドに根ざした、理論と方法とフィールドっていう3つの関係の中で、教師がやるべきことを調整していかないといけないということになると思いますので、全てが単純なモデルで表されるものではないだろうと思ってるんですけども、少なくとも誰かに押し付けられた何かということではなくって、自分たちがどのように工夫したかっていうことを教師間で共有していき、それを文化的な営みとして継承していくという形でですね、発展していくんだろうと私自身は思っています。はい、ありがとうございました。ちょっと司会者がもたもたしていて、たくさんの、ね、ご質問等を拾うことができなくて申し訳ありませんでした。はい、また最後の全体討論の時に、ご意見、ね、等をいただければと思います。はい、パネリストの皆さん、コメンテーターの上吉さん、ありがとうございました。これで第一部を、終わりたいと思います。それで、今から5分ですね、休憩して、3時、11分かなから、第2部に入りたいと思います。はい、少し、休憩しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。